おはようございます小橋川優子ですおはようインタビューパート2今週は運転代行アプリエアクルボ開発運営する株式会社アルパカラボの棚原いく代表にお話を伺います30代の棚原代表一体どんなご経歴の持ち主なのでしょうか ご出身はどちらになるんですか。はい、あの沖縄生まれの沖縄育ちですね。生まれは那覇市で、育ちは本当にこの宜野湾市ってところになります。うん、中学の時にあのハワイのハワイ州の方に父の仕事の都合で転勤になって、その時に一年半ぐらいかなハワイ州に住んでいました。<あ>中学生の時に大変でしたね。<laughs> 英語わからないままあの地元の学校に。 私は突っっっ込まままれてててしたたののので毎日が戦争のように過ぎいいを覚えていますだから僕にとってハワイってリゾートっていうよりは修行の地のイメージがもうなんとかして英語を覚えて生き延びなければみたいな場所でした <laughs> でも多感な時期にハワイで英語を学ばれて結構習得できましたかいやそれがですねハワイではあんまり習得できてなくてあもちろんあの喋れるようにはなったんですけどもあんまり意味を理解してなかったんですねで高校になってあの今度は普天間高校に今度は入学するんですけども、まあ、その時点でい 1学年違ったんですよ。なんで、えー、と1学年伝わって福岡普天間高校に入ってでそこから、えー、と今度はマサチューセッツのえっに<ー>留学するんですね。その時にめちゃくちゃ英語っていうのを基礎から学んで<ー> <laughs> いやあ僕が喋ってた英語はこういう理屈でな意味があるんだみたいな感じでその時に初めてマスターした感じがします。え高校時代にじゃあもう一度留学なさったってことですかあそうでですすねかけど へあそうでしたか、でもその頃から外国への関心ですとか、そうですね、まあでも本当に、僕にとって海外っていうのは住んでたので、生活だったんですよね、なんか自分で英語学びに行こうとかじゃなくて、家,家族の都合でだったんで。 本当にもうあの死に物狂いで覚えたのを覚えてますああそうでしたか <laughs> でそこからこういろいろ習得なさってそ高校の卒業は沖縄での普天間高校ではい出てますねでその後からどうなさっていくんですかでその後あの県外の大学に進んで、まあ、いわゆる情報系の大学に入っていましたもともとあのハワイに留学してるときにあハワイに住んでるときにあのパソコンっていうのを一生懸命覚えてなんかプログラミング楽しいなとか こういう仕事についてみたいな、これからは、みたいなことを思ったのを覚えてます、ね、まだ日本では、中学生でパソコン使うって、なかなかなかったのかなと、ね。特に沖縄においては、もう、あまりインターネット自体も、小学校の時とかあんまりなかったですし。 まあ当時ホームページ作って運用してるっていうのは私僕の周りではそんなに多くなかったですね、まあ、ちらほらいましたけどちょうどあのゲームの攻略サイトを作ってえっえっ中学生で <laughs> 中学生あのアメリカで、えー、当時流行っていた「ファイナルファンタジー」っていうゲームがあって、えー、とそれの攻略サイトを作って向こうに住んでたんで日本語が恋しかったんですよ <laughs> それなんとかこう日本人とつながろうとしてそういうサイトを作ったのを覚えてますねえすごいめちゃめちゃじゃあもうあのその時からパソコンは親しまれていて <laughs> 小さい頃からあの父の仕事で身の回りにパソコンがあったんで、まあ、本当に身を見よう見まわるで中学の時にはブラインドタッチもできたんでお父様のお仕事はちなみにどういうえっともう引退したんですけど琉球大学で先生やってましたあでそこからじゃ本格的に その、えー、パソコンを使ってのと思いきや、はい、僕の専攻は教育工学っていう分野に教育工学人の学びをまあ工学的に深めていきましょうっていう学問かなと思っていて人間の学びを科学的に理解をしつつそれを再現する手法としては工学的な手法を使うっていう。 立場の,もの学問でしたね、まあ、僕は人工知能系の研究室にいたんですけど今,今でいうの沖縄科学技術大学院大学ってあるじゃないですかそこの先輩にあたる北陸先端科学技術大学院大学ジャイストっていうのがあるんですよ <laughs> おい人じゃなくて <laughs> 石川県であってそこで人工知能系の研究室にいてで私はそこの中で人間の頭の中身ですね学習ってどうなってるんだろうっていうことを学習理論を研究していた。 人になりますね、大人と一緒であの大学院生以上しかいないっていなうただ私その時は、えー、自分の考えた学習理論をやっぱ世の中に広めたいなってすごい思いが強くてそれが作れる会社に入りたいなってすごく思ったんですよ。でそれで今度はの学校教育とかのサービスを作ってる会社に入社したんですね。情報教育とか あるじゃないですか子どもたちの学びの中で、その中で ICT 教育とか言われているような、いわゆるこう情報機器、通信機器を使って、まあ、国語とか数算数とかの学びを深めようっていうのがあって、でそこに必要な、えー、と指導要領の参加年計画とかを一緒にこう大学の先生とか自治体となって考えるみたいな、まあ、ちょっとコンサルっぽい仕事をしていました、うん、でどんな岐路があったんでしょうか。 いやなんか満員電車がすごい私苦手で <laughs> あ東京だったんですそうですね、うん、東京の会社だったんでもう辛くなって飛び出しちゃったんですよ <laughs> で沖縄に帰ろうと思って、うん、自転車で沖縄まで帰ってきた本当ですかはい、はい、あの二ヶ月ちょいかかりましたね自転車ではい旅しながら中学生からゲームの攻略サイトを作っていたというのも大変驚きましたけれども田中原社長がどういうきっかけで沖縄で 運転代行アプリを開発することになったのでしょうかお話明日に続きますおはようインタビューパートツー。今週は運転代行アプリエアクルを開発運営する株式会社アルパカラボの田原育馬代表に伺っています おはようございます小橋川優子ですおはようインタビューパート2今週は運転代行アプリエアクルを開発運営する株式会社アルパカラボの田原育馬代表に伺っています学生時代は学習理論も研究していたという田原さん東京で学校教育のサービスを作る会社に入社しますがその後ふるさとの沖縄に戻ってきます一体どんな天気があったのでしょうか えっと、当初はあのまあ が教育に興味があったので学校の先生でもなろうかなっていうふうに考えていたんですけどたまたまの知り合いつてで沖縄科学振興センターっていう公益財団法人ですね県の外郭団体に拾ってもらったんですねでそこで三学連携事業の担当させてもらっていてなんかそれがすごい楽しかったんですよ、えー、と大学の先生の持っている研究開発技術を企業さんの、えー、なんか新しい事業をしたいなとか新しい商品作りたいなってところのニーズとマッチングして県の方からそこに 3年間でだいたい1500万円ぐらいのあのお金を渡すお渡しするっていうようなまあ、そういった事業の運営側にいたんですねで沖縄のオイストさんとか高専さんとかあと琉球大学さんとか多分理研を中心に先生方の研究技術っていうのを集めさせていただいてでいろんな企業さんにこう営業みたいなことをして30個ぐらいかなプロジェクトこの事業では運用してたと思います例えばあの、まあ 工学部での先生の中には人工知能の力を使ってこのマンゴーを LED とかあとは二酸化炭素とかを点してマンゴーの育成を促進させようとか温度管理しましょうみたいな IoT 農業の方もいましたし本当に水素の研究をされていてその水素自体をどうやってこの貯蔵しようってことを研究テーマにしているのでそれを企業さんとくっつけてこれから水素社会が来る中でどうやって輸送方法がもっと便利になるのかとか。 そういったことをされている先生もいましたねそれを支援する側に行ってあんか沖縄って結構世界で戦えるようないろんな面白いものがあるなって思ってで私も何かやってみたいなと思った時にたまたまその時知り合った琉球大学の工学部の先生とですね今は亡き玉木先生っていうんですけど運転代行と AI を組み合わせたらめちゃくちゃ面白くなるかもしれないって言って今の会社を立ち上げてます。 運転代行と工学を組み合わせるってまあ本当に最初は代行ってなんか来るの遅いよねとか<ー>使いづらいよねっていうところもきっかけだったんですね私28まで免許なかったんで沖縄で初めて代行っていうのを知ったんですよなんか効率が悪そうだなと思って調べていったら、まあ、確かに非常に効率悪く営業されていて いいるっての分かっててのかたただ調べれば調べるほど結構そのなんだろう社会的な課題に近いなと思っていていいわゆるるブルーからビジネス化しているんですねどうしても衰客の相手をしているのでお客さんに言われてしまうとそのまま例えば安くしてよって言われたらもう安くせざるを得ないとか。 あとやっぱ夜やってるのでなんかイメージもなんか悪くなってしまっていてお客さんからもこう圧力受けちゃって安くなる質が下がるさらに安くなる質が下がるみたいな悪循環になっていたんですねこれって何か沖縄のこの貧困の課題を凝縮してるなって思っていてこれを何か解決していきたいっていうふうにまず思い始めたっていうのは。 本当にに会社を立ち上げたきっっかけになってますね実は大根って日本の産業メーカーに載ってないんですよ、まあ、いわゆる産業として認められていないんですねネイルアーティストすら載ってるのに載ってないんですよ基本的に認可制なんで誰でも簡単にできてしまうんですねといったで意外にその行政の管理が届いていないって課題もあったりはします一番大きいところでは大根って最低料金とか決まってないんですよそういう大きな協会とかもそんなにないので基本的にはもう自由価格なんですね で距離でじお金かけるのは別に距離じゃなくて時間でも本当はいいんですよ。うんそれもない自由なんですね。まあ、その結果、価格競争が激化しすぎて、まあ、一時期本当に5キロ制限円とかいう、本当にタクシー料金より安いみたいなのが当たり前の世界になっていて、沖縄では本当に大変な状況でしたね、大そうですね僕は沖縄で考え感じている、いわゆる社会的な課題、エネルギーだったり、政治だったり、教育の課題っていうのが、やっぱりこのステークホルダー全員が、 何かしらの理由によってその課題に取り組めないみたいなものが見えてきたんですよみんなで少しずつ意識変えれば簡単に解決できるのになと思っててでそのきっかけを与えるのって一番いいの何かなと思った時にやっぱりこう大学の先生の持つ技術っていうのの突破力ですねで2つ目にはスタートアップの成長戦略っていうのがすごくあってて単なるベンチャーじゃなくて出資っていう形で成長していく企業でしばらく赤字でも大丈夫とにかくいいものを作る っていうような支援体制ですね。スタートアップっていうのが非常に相性がいいなっていうふうに思っていて、でそれであこれは僕の考えですね。ねあくまでもでなのでえっ、ー、とそれを試してみたいなと思ってアルパカラボを作ったっていうことがあります。2018年に株式会社アルパカラボを設立し、本格的にアプリの運営を始めます。一体そこにはどんな課題があったのでしょうか。明日に続きます。 おはようインタビューパート2今週は運転代行アプリエアクルを開発運営する株式会社アルパカラボの棚原育馬代表に伺っていますおはようございます小橋川由衣子ですおはようインタビューパート2今週は運転代行アプリエアクルを開発運営する 株式会社アルパカラボの棚原いく代表に伺っています誰もやったことがないアプリの開発一体どんな経緯で開発始まったのでしょうかあの産学連携の立場にいたときに社会的な課題ってどうやって解決するんだろうと思ったんですよ何十年も変わらない苦しんでる人たちがいっぱいいる でそこにビジネスなんて持ってこようなら儲からないっていうところにどうやったら解決するんだろうって思うとこの大学の持つ技術力とスタートアップの成長戦略と IT の力っていうのを組み合わせるともしかしたら何十年も変わらなかったものが5年とか10年で簡単に変わってしまうんじゃないかなと思ってその方略を僕見出したいんですねそれがたまたま運転代行だったっていうのが僕の考えですね大学産学産連携のコーーディネートやってる時に 大学の先生と企業さんって相性がのにうまくくっつかないなと思ったんですよ。まあそれにはいろんな理由があるんですね。えっ、ー、と大学の先生は研究が本当はしたい。企業は売れるものを作ってほしいっていうのがあって噛み合わないんですよ。でもそこに間に人が入るとうまく取り出して先生のしたいことと企業の作りたいものを方向性を合わせてえっと調整ができるんですよ。 調整が出るるとみんななな幸せになるじゃないですか先生は研究費もらえるし企業さんは新しいものが作れるっていうのであこういうふうに調整役が1つ入ることでこの大きな課題が1つ解決するんだなと思った時にじゃあこれを同じように感じでやっぱり社会課題っていうのもう関わる全ての人がちょっとずつ意識を変えていけば変わるよねただその変えるきっかけっていうのは何なんだろうって多分みんな 悩んんででたと思うんですけど僕の場合だとその大学の先生の技術力とスタートアップの成長戦略っていうのがうまくはまるんではないのかっていうふうに思って進めてるっていうだけどういううい会社にしよと思ったんですか。かもっと大学の先生助けた高専とかおいしそとか琉球大学の先生がもっとこう研究開発に専念できるような体制って何かなと思った時にそういう産学連携をその推進できるような組織とチームを作りたいなと思ってて大抵そこに IT って相性いいんですよ。 医学部だろうが農学部だろうがど,のどんな技術でも必ずこの統計的な考え方だったりデータサイエンティストの力だったりとかあと技術商品化の技術だったりとかマーケティングのノウハウが必要になってくるのでそのを作れる組織を作ろうっていうのは本当に初期の発想なんですねで。何かいいテーマ何かなって考えた時に代行っていうのは実は来てるっていうの その大行の課題が何なのかっていう本質的なところをずっと見て探す作業をしたんですね。まあ、よく言われるのが大行ってなかなか捕まりにくいよねとかあと待ち時間が1時間ぐらいになって長いよねっていうところがあるんですけど。 実は大行側の方もなかなかお客さんがお店から出てきてくれないとかえと1日に取れる件数がなかなか伸びないんだよねみたいな課題があってで突き詰めていくと安心安心全ににやるることよよって利益が上が上市場を丸々1個喪失したんですよエアークルっていうプラットフォームを使って安心安全にやれば簡単に利益の出るような構造をまず大広業者の皆さんに提供してで利用者はそれを使うと。 より早く代行が来るっていう環境を作ったんですよスマホで代行を呼べるっていうアプリですよね利用者からすると、はい、代行業者からとってもいい面があるっていうのを、はいね、今まではお客さんの車ってどういう車種ですかとか一つの業者が持ってる車が今どの位置にいてどれが一番行くと一番効率がいいのかっていうところを全て自動で計算をして最適なところを紹介するってことで、はい、代行業者さんは今まで何度も何度もお客さんとやり取りしてたりとか自分たちのドライバー さんとこうやり取りをして今どこにいるんですかとかやってた作業を全部ゼロにしたんですよで30%ぐらい業務効率が改善しているのでエアクロン使えば自動で最適なお客さんと大根お客さんがマッチングするっていうもうほんとストレスないですね今までもう大行を探すのに5分ほどかかるっていうものが今たった30秒ぐらいになっていて。 平均到着時間は今まで30分とか1時間待つのが当たり前だったのが今平均あの曜日とか時間にもかかわらず9分っていうめちゃめちゃ早いアプリで苦情のうち半分が早すぎるなんですよそのぐらい早く効率化してるっていうのがうちの売りで早い,で早い代わりにうち若干高いんですよ相場より200円から400円高い設定にさせていただいててこれは一律なんですね事業者さんによるわけじゃないんですね。はい、もうエアクルできたらこの料金、はい、でで実はその料金に対する 課題もお客さん結構あって、えー、とやっぱり大工業者ごとにみんな料金バラバラなんですよ、それを初めてわれわれが法律に違反しない範囲で料金をまあ一律にしてやるっていうのが、われわれのサービスの特徴の一つだったりします大体何台ぐらいのご登録が今、あるんですか 1> 今1、180台ぐらいは沖縄県内では登録されていて。 今福岡でもやってるんですけど、福岡含めると240台ぐらい利用者もストレスなくで、マッチング業者もストレスなくできて、はい、とてもいいサービスのように思えるんですけれど、めちゃくちゃいいですめちゃくそうですね、今、ダウンロード数が来週には4万ダウンロードを超える見込みですね、うん、沖縄だけだと3万ちょいダウンロードですね待ち時間が少なく、ストレスも軽減される。 そして少し割高だというお話ありましたが安心安全が保証されるとなると利用しやすいですよね。あなたたはダウンロードしましまか今週は運転代行アプリエアクルを開発運営する株式会社アルパカラボの棚原育馬代表に伺っています。 おはようございます小橋川ゆ子ですおはようインタビューパート2今週は運転代行アプリエアクルを開発運営する株式会社アルパカラボの田原いく代表に伺っていますアプリを開発運営する中で安心安全の代行が呼べるという環境を作りましたが課題もあるようです 僕らの課題っていうのは、やっぱりテーマにしているのは、この大工業界の適正化っていうのが1つテーマになっています5台、4台ぐらいが何かしらの,あの基準に引っかかってしまうみたいな課題もあって、うん、中には保険に入っていない業者さんも結構、コロナ以前からいらっしゃるんですね。 我々も時々確認していてドライバーさんも気づかずにです、ね、あの保険が切れちゃってたりとかとか結構あるのでそういうのを知らずに皆さん今使ってるんですねそういったまず安心安全な代行を作っていくっていうところを一番最優先に。 やていいただいてます中にはまあそれ自体をすごい拒む業者さんもいらっしゃって、まあ、ちょっと悪質ですけどやっぱり法律上入ってないといけない基準を満たさないといけないんでそういった方々と僕らが罪に戦っているような感じですね会社をこう運営する中での難しさというところはどうですか誰も作ったことないサービスって意外にもやっぱり皆さんこういうのあったらいいなって思いつつもなかなか作られたことはない。 ってなると、その背景を探ると、やっぱり、まあ、ぶっちゃけた話、あまり儲からないんですよね。もともと代行って、薄利多売な世界だったので、こういうサービスを展開しても、我々が十分な利益を得るってことは難しいんですね。そこをなんとかそのシェアを広げる、数を取るという戦略で、黒字化を目指している。どうやったらその いいろんんな大工業者さんにこれれを届けられるかっていうのは本当に課題で実際お話しすると8割ぐらいの業者さんが入れてくれるぐらいいいサービスなんですよただ僕ら人数が足りないのでなかなかこう広げていくことができないっていうのが一つ課題でもう一つはやっぱりあの弊社今沖縄と福岡合わせて4万ダウンロード近いんですけどもまだまだ認知度が足りないですね エアクルって初めて聞いたみたいなテレビ CM とかもそのさせていただいてるんですけどなかなか気づいてもらえなかったりするので。 どうやったら知ってもらえるかなっていうところを一番課題になってますねでさらにこの設立して間もない時期にコロナが来ましたねはい大打撃というか <laughs> 私たちサービスをエアクルをリリースしたのが2020年の8月なんですよ8月4日8月5日に緊急事態宣言が沖縄で出てで全く使われなかった時期が <laughs> <laughs> あるんですけどで代行業者の皆さんもあのほとんど50%以上が休業状態に それは今でもですね多くの業者さんが休業状態になっているっていう状態だったり今までリーマンショックとかもほとんど影響なかった業界なんですけども初めて不景気っていう点を体感した業界ではありますまあ逆に言えばどうしても飲食店に依存しててていいたっっう背景があるかなと思っています代行業者の皆さんが夜の8時から朝の5時まで動き回ってる時にちょっともったいないなって思った方いらっしゃる 一台の車がです、ね、後部座席空いた状態でぐる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 回ってるって私もそれを最初もっったたいいいななう,うに思ったんですね例えばあの我々コロナ禍であの酔ってる人だけ相手にすると市場がとても小さくなってしまうので代行業者の皆さんに物流業もできないかってところを内閣府と相談させていただいてあと国土交通省とかにちゃんとお伺い立てて代行業者が物流やれるっていう形を、えー、ちゃんと模索したんですね。 なので、我々の方で代行業者の皆さんにコロナ中は薬を運んでもらったりとか、リサイクル容器の回収業務をやってもらったりとか、あとは最近だと DD フードさんと一緒になって、代行業者の方に皆さんにデリバリーフードをやってもらうっいうことをやってたんで、代行はこんな風に地域で今、物流ってすごい逼迫してるじゃないですか、活躍できるっていう余地が見えてきているので、こんな感じで代行業者の皆さんも空いた時間とかで物を運んだりってことができれば、世の中もっと便利になるし、大工業者の 皆さんんも収益上ががるるしウウィンウィンンの関係が築けるんじゃなないいかっっていう,ふうに思っていますこんな感じで夜の8時から朝の5時までこれだけの数が動き回っている沖縄でも仙台近くがあるっていうのを生かして地域の何かこの役に立つインフラになっていくってことがまず大事なんじゃないかなっていうふうに思っていますでさらに深掘りしていくと僕ら代行ってすごく面白いなっていうふうに思っていて車を運転する行為がものすごく得意なんですよ 車の運転、タクシードライバーにもバスの運転手もこれは無理でいろんな車の車種を知っていてちゃんとそれをスムーズに運転できるってすごいだなというふうに思っていて例えばじゃレンタカーの回収業務だったりとかそれをお客さんのもとに持っていくっていうところに代行業者の方が皆さん活躍できないかな とかいう,ふうにしてるんですけど将来的にはそのカーキア領域ですね車検とかも代行業者の皆さんがお客さんの家から車を持って車検場に持って行って車検が俺は戻っていく家にいながらして車検が全部完了するみたいなようなサービスができないかなっていうふうに思っていてこれもあも是非興味ある方はお声掛けいただきたいんですけど まあこれ今すでに水面下で福岡とかでは進んでる企業さんあるんですけど名前は今出せないんですけど <laughs> <laughs> 沖縄ででも同じよううななこととができたらなというふうに思ってますあのアプリで簡単に車検を申し込んで寝てる間に車検が終わって朝まで戻ってくるみたいなところあるとすごい面白いよねっていう話をして今福岡ではその準備を始めていますね。 まあ単に観光という面でも、大根の皆さん活躍できるなとうう思ってて、やっぱり酒造メーカーさん、僻地にあったりとかして、そうすると、人だけ飲めなくななくっちゃゃうじゃないですかそういう意味では、その我々がお手伝いすることによって、酒造メーカーさんをドライバー付きで回れるようにしたりとか、そういったサービスができないかなというのを今、模索していますね。 もともと代行っていうのは認可制になってるので、逆に言えばそれ以上の制限があまりないんで、ちゃんと保険に入っていることとか、その辺を僕らが一生懸命、法律の解釈等を確認させていただきながら、可能なものを作っていくと、ただやると、うまくいかないですね、やっぱりここにあの効率的なシステムっていうのが裏にあって、それによっていろんな仕事とマッチングができるから、多分成功するっていうところを僕らで一生懸命積み重ねている最中です。 現在はガソリンスタンドや飲食店のコラボで相互誘客ができていてお互いのいい仕組みができそうだというお話でした睡眠中に車検が終わっているなどワクワクするお話も伺いましたね今後の展開も楽しみですおはようインタビューパート2今週は運転代行アプリエアクリを開発運営する株式会社アルパカラボの田原育馬代表に伺っています おはようございます小橋川由衣子ですおはようインタビューパート2今週は運転代行アプリエアクルを開発運営する株式会社アルパカラボの棚原育馬代表にお話を伺っています安心安全の代行が呼べるというのが特徴のアプリですこのアプリのユーザーの男女比どちらが多いと思いますか 一般的には代行業者さんのユーザーの男女比の割合って、1割ぐらいが女性っていうふうに言われているんですね、やはり男性が多い、ただ弊社の場合だとなぜか女性が多い、女性が今4割ぐらいということが分かっていて、やっぱり安心安全っていうのを明確に前,の前面に出させていただいているので、あとはやっぱり呼びやすさだったりとか。 ところで選ばれていその女性でも安心安全って感じる部分ってどういう部分なんですか、ね、そうですね、えー、やっぱり第三者がそれを保証している点が大きいんじゃないかなというふうに思っています、ちゃんと1業者、1台ずつですね適切に看板が貼られているのかとか、保険に入っているのかっていうのを出してもらっているので、最低限のまず安全は確保されていますと。 で安心かどうかっていうのはドライバー評価っていうのをやっていてやっぱりこうレビューをいただくことによって悪質なドライバーさんがいたらやめていただいてるんですよでそういうふうに淘汰していったりとかあと注意喚起とかノウハウっていうのを提供していることによってで安心安全なドライバーをたくさん増やしていくっていう作業をしてるのが影響してるんじゃないかなっていう気をんでエアクリル使うんですかって言ったらいやこれ女性にとって例えばお子,お子さんがいる家庭だと そのお子さんをお父さんに預けたりとか家に置いてきてると、そうなるとできるだけスムーズに帰りたい長引くのは困るっていう考え方があるのででもエアクルだったらすぐ来るっていうのはある程度分かってるのでエアクルの方をできるだけ使おうとするっていう話があってあなるほどっていうふうに思って、うん、帰り時間が読めないとやっぱり安心して飲めないよねっていうところがあるんじゃないかなというふうに思ってます始められて4年今後の展望はいかがでしょうか。 まずはこのサービス自体を求めている業者さんって非常に多くいらっしゃいます。今、運転代行協会と僕ら、提携させていただいているんですけど、全国各地で求められているので、とにかく急いで広めて、適正化と利用促進を図るというのを目指していますで。2つ目が、やっぱりこの運転代行業者の皆さんができる新たなサービスでいろいろあると思って、そういった提携先を探して、新しいサービスを作っていくというところを、僕らの方で創先してやっていきたいなと思っています。 先ほど言っったたレンタカーの回収だったり配布あの車を移動させてほしいドライバーを不足したので供給してほしいとかあとデリバリーをやるとかそういったところの可能性っていうのをどんどん広げていきたいなというふうに思っていますちょっとここだけの話なんですけども、えー、と今那覇市の方で新しい代行に近いけど代行じゃないサービスを実はエアクルで展開していますエアクル使ったことある方なら時々見たと思うんですけどドライバーさんが1人でで自転車で来て その自転車をお客ささんの車車に乗させてていいただいて車を運転するというサービスをやっています。これ、厳密には運転代行ではないんですけども、大道火災さんと一緒になって新しい保険を作っています。今、ドライバーがとにかく不足しているので、例えば昼間にですね、車を運転してもらうことによって、病院の付き添いでしたりとか、お年寄りの買い物一緒に付き添うとか、そういうところを作っていきたいなというふうに思っています。 3台ぐらいでちまちまやってるんですけども、うまくこれが回っていけば昼間の方に持ってって、そういった車を持ってる人だけられる新しい移動体験っていうのを作っていきたいなというふうに思っています。いろいろ伺うととても明るいその沖縄の未来見えてきたんですけれど、社会課題を解決したいっていう思いが元々お持ちだったじゃないですか。はい、どんな沖縄を 田中原さんは今描いてます、はい、やっぱりこのもともと大工っていうのは、いわゆるブルーカラービジネス化しているところがあります、沖縄流貧困だったりとか、ある意味、そのことなかれで安心安全を軽視して営業してしまえみたいな文化がある業界ですね、まあ、沖縄にはそういうビジネスがちらほらちらほら見られていて、やっぱそこを解決するためには何が必要なんだろうということを、僕は一番興味がある部屋として捉えています。 なので沖縄でいわゆる社会課題と言われているようなこの運転代行業界を解決することができれば全国各地に同じような課題があります運転代行についてそれを解決していって沖縄が課題先進権として課題解決のモデルになるっていうのをまず作っていきたいなっていうふうに思っています弊社のビジョン課題先進権の沖縄から課題解決のスタンダードをっていうビジョンを掲げていて課題解決の方略を見つけ出すそんな企業でありたいなというふうに思っています代行は面白いです 様々な可能性を秘めていますただ我々だけででは無理なんですね我々にできるのは適正化といい仕組みを作るっていうところですデータサイエンティストとか研究者の力を借りて作っていくなので我々と一緒に手を組んでこの移動する運転をするっていう体験と飲食コインパーキングさんガソリンスタンドさん車検所いろんなところ々と連携していきたいのでぜひあのそういった話興味があればあのお問い合わせいただければ嬉しいです おはようインタビューパート2、今週は運転代行アプリ、エアクルを開発・運営する株式会社、アルパカラボの棚原育馬代表に伺いました。ありがとうございました。